バランだ、バランだよ。復帰待ってます。どうも、芸人×プロスペースでございます。吉本芸人大野孝也と申します。よろしくお願いします。いやー、あのねー、まあ、朝起きてショッキングなニュースというかね、バーランダがトミー・ジョンということで、復帰は再来年になるそうです。で、僕アストロズ、まあ、バーランダ投手ってアストロズにいるんですけど、アストロズ、まあなんかちょっとイメージ悪いじゃないですか。僕ダルビッシュ投手のファンなんで、まあサイン盗みだとかなんかね、そういうまあ嫌な、一面が表にね、出てきて、僕アストロズ好きじゃなかったんですけど、唯一ねアストロズで好きな選手バーランダなんですよね。だからもうほんとね、帰ってきてほしいなと思いますね。まあでも結構ベテランだからね、バーランダ選手もね。まあぜひね、復帰待ってますんで、よろしくお願いします。頑張ってください。ということでね、ヘリアタ行きましょう。さっきね1試合したんですよ、実は。で、負けました。はいはい、久しぶりにね負けましたね。なんかほんと調子に乗ってたなと思って、で、すごいおもんない試合してしまったんで、1本もヒット打てないっていうね。だから、ちょっとね動画にしませんでした。今回ね有原投手先発で、頑張りたいと思います。ちょっとね、さっきね大野雄大投手に完敗したんだよね。久々に完敗したね。あれもう全然打てなかった、いやだからね、今回ちょっとまあでも強い相手来るんじゃないかな。また頼むからね、強い相手来てほしいね。達人ぐらいの人が来てほしい。結構時間かかってますね。達人来い、達人。ああ、ジョジニー、おお、まあ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 、2割6分9厘かな。打率2割5分7厘、俺やばいな。まあでも、なんとかね、勝ちたいなと思ってますんで、ぜひとも皆さん応援してください。よろしくお願いします。なんとか勝ちたいですね。勝ちたいっていうか、やっぱ打てないとやっぱ面白くないから、動画的にも打たないとダメだよね。ちなみに石川投手は嫌いじゃないです。お願いします。ダメだ、全然ダメだ全然ダメ。もう今のも本当論外。ちょっとね、打ち急いちゃってんな。ダメだな、一回待とう、一回待とう。あー、ちょっと待って、やばいやばいやばい、ちょっとやばいな、今日本当に全然出ないぞ、やばいやばい。頼むからちょっと一発。うまいな。淡白すぎたな。これね、この感じね、石川投手のシンカーみたいな感じで打たせる、ボール球振らせる感じね。はいはいはい。まあ、上手い人のピッチングですね、これはね。ちょっと次ボール球になるのかな。ちょっと振っていきたいけどな。あ、チェンジオペースだ。さあ来い。これはもうありがとうございます。すいません、ありがとうございました。これはもうありがとうございます。すいません。はい。まあやっぱね、打っていかないと、面白くないからね。やっぱ大野ちゃん打ってよという声が今聞こえてますよ。もう一発いく？もう一発いっちゃうか？わかんないでしょ。はい、お疲れ様でした。あ、丸選手の A の極みか。まあ結構ね、うちも T 岡田選手がね育成終わってレベルマックスになってトップマックスなんで、今スターン来てますから、本当に育成が進みやすいですよね。柳田選手の A も今育ててるんで、次長さんになるんですよ。だからサブポジでライトにして、ライトの平田選手を下げて DH は組んで岡本選手入れようかなと思ってるんですよね。今特訓7かな、特訓マックスにして岡本選手を入れたらちょっと厚み出てくるかなと思ってますね。振ってこないね、振ってこないんだったら逆にもう入れてやる、フォークを投げる。あれ、あ、やべ、やられた。
やっぱうまいですね、うまいですね、やっぱね。ここはねやっぱり定石ですよ、ツーシームですよ。ここはもう詰まらせて、そうそうそう、ショートセカンドファーストゲッツー、あれです、もう定石ですよねこれね。さあ、育成終わったティオ和田選手、パワーヒーいいね、パワーヒーついてるよ。もうスライダー結構曲がるんだね、石川投手ね。さあ2球目は何か、うん、ストレート来ると思わなかったな、今。ああ、もう完璧に今のボール球でしょ、もう全然あかんな、本当に。さあ、川端さん、ヤクルトは川端さん、お願いします。ダメだ、いや、全然ダメだな、今日。ちょっとね、一発狙いたいんで、やっぱ岡本さん。パワー B なんだよね、まだね。特訓進めないとな。今日ちょっと特訓しよう。岡本ちゃんを、田舎っぺ大将。田舎っぺ大将はね、ホームランよく打ってくれるからね。あー、シュートか。危ない、今のは。あれ、手出しちゃったら凡退ですよ。今のも手出しちゃダメ。ストレート来るかな、多分。オッケー、ナイバッチ、いいよ、ガモッちゃん。伊藤幸也選手もいいんだけど、ブラッシュかな、やっぱブラりたいなと、ブラブラしたいよと、うん、ブラッシュ結構打つんだよな、ブラッシュも特訓させたいな、今、特訓 1.5 番来てますからね。多分次ね、ボール球来るのかな、ちょっと待ってみよう。あー、来た、普通に入れてきた、やばい。スクリューに気をつけて。あー、これダメ、ダメだ。いやー、今日ギータの1本か、なかなかあんまり打てなかったな。ここはもう普通に勝ちに行きたいんで、原さんも幻突させたいな、幻突少し来ないかな。さあ、ここはね、油断せず、何やってんの、マジで、は？油断せずって言った瞬間に何をやって、でも今、ホームランにならなくて、本当よかったよ、マジで。これはね、詰まらせたい、ああ、いいよ、いいよ、詰まらせたいな、このフォーク振ってこないんだもん、絶対。もう投げる球ないっすよ。オッケー、サード。オッケー、ナイス。ゲッツーいいよ。今日はその有原さんの実中にはまってますね。相手が。ツーシームしか投げてないから、ずっとここで一回ストレート。はい、ありがとうございました。はい、返しはナイス。ありがとうございます。いやー、この相手にかけて結構ね、強かったですよ、この相手絶対。ピッチング上手かった、石川選手であんなにやっぱ押されるってことうまいよ、この人。あだっす。まあなんとかね、勝てました。まあね、ちょっとギータの1本だけだったんでちょっと物足りないかなと思ったんですけども、まあでも良かったかな、勝てて、うん。ね、今メインも、プラチナランク3で、サブアカ、今僕はネタアカって呼んでるんですけど、ネタアカもね、昨日プラチナ3まで行ったんで、まあなんとかね、そのネタアカの方もさ、リアタイやっていければなと思いますね。放送していければな、動画にしたいですね。ということでね、本日の動画は以上となります。見ていただきでありがとうございました。この動画良かったと思う方、チャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。コメントにはね、すべて返信させていただきます。このね、ダルビッシュさんのセレクションかっこいいわ、やっぱり。最高。ではまた明日お会いしましょう。今日でね、スタハン、もう終わっちゃいますからね。もうあと何時間かで終わっちゃいますから、もう、がっちり回しましょうよ、皆さん。ね。で、特 1.5 倍もね、確か火曜日か水曜日までかな。なので、まあ、その、なんて言うんだろうな。まあ、餌がね、あればね、素材があれば、皆さん、特訓行ってごまして、全然開かないじゃん、これ開かないんだっけ、特訓行ってごまいって、特訓行ってごまいつまでですかみたいなの見たかったんだけど。
ちょっと待ってね、特訓 1.5 倍は、まあ、皆さんで見てくださいとか言いたくないからね、僕はね。なんだこれ、ここカットだな、ここカットしてるか、それともあえてオンエアしてるかどうかですね。9月23日までですね。はい、水曜日までなんでね、まあそんな焦らず、うん、やっていければいいんじゃないかなと思います。ではまた明日お会いしましょう。良い日曜日を。バイバイ。